こにいるときにさ、ちょっと違うことが言ったの。ああ、知ってる。信号、信号はやんの川って言ったよ。信号はやんの川言うて、自分で爆笑してたよ。だって何で言うかも分からんけどね、信号はやんの川って。で、なんでまーちゃん知ってるの？え、聞いたから、このように。大丈夫。こっち行こうか。オッケー。こっち。まあいいや、こっち行こう。お前、うちゴミ持たせんじゃねえか。何持って。目が合うたら絵を見せたね。やった、最高や。どっちでも。なんでまーちゃんの使った。まーちゃんどういうことのやつ使ったの。これどうやって見るんだっけ。誰やジェリー、そんなん簡単だよ。ロープいらんやろ。ロープいらんか。いや、念のため持ってた方が安心かな。ロープの方が危ないこともあるぜ。ちょっとここが落ちたら怖いな。こっから落ちたらちょっとへこむな。なんで？痛そうやつ。確かにちょっとへこむな。あぶぶ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 ぶ。うわー、やっぱり蜂の巣でかいな、ここから見ても。でかいよな。紅葉が綺麗だね。いいこと言った。紅葉綺麗や。よし、登るぞ。その上には綺麗な飛行機がボーッと飛んでる。行け。俺が邪魔な。そう、まーちゃんちゃん、そう、ちょっとまーちゃんが言うから待ってたの。よし、こうなったら気をつけて。はい、あの、それ、そら、枯れ木にね、全体重かけん。歌も今持ってるような枯れ木に全体重かけん方がいいよ。おりゃー。じゃあロープに全体重。まあ、ロープが切れなければ。まあな、クオの下げだからといって岩を持ってても岩が剥がれることあるからね。バナン食らって。俺それで落ちたんで。あ、え、あ、それでスマホが割れた。いや、それとはまた別。くぅ、行って、あ、ごめん、行って、ラックへ。すなへんしな。うわぁ、びっくりした。なんかもうええわ、うちもなるし。ここ綺麗よな。名所だ、ここ名所。ちょっと待って、これって持ってきたよ。でもうすぐ。いや、まだあるね。まだあるよ。まだある。まだ結構あるよ。あの、天狗岩を目指すならな。天狗岩どこよ。天狗岩はあっちの方はまだ見えてないんじゃない。あー、いや、そうだね。それ1時間もかかるわけよ。ちょっと、これ1時間多分、これ1時間かかるよ。まだ。はい。もう多分これ1時間経ってんじゃね。1時間経ってるかもな。じゃあ、じゃーん。おお、絶景やな。もう夕暮れが近づいてる。やばい。1時間に、1時に出発した。
ここまでだいぶ寄り道したしな。よし、じゃあちょっと行くぞ。気持ちいいやん。うちんち見えるかな。ばあちゃん。はい。レモンいる。ばあちゃんも家になってる。じゃあ歌える？いらない。リタイアするにももうちょっと進まないと。何キロだったっけ？2キロぐらいやったっけ？30分ぐらいでしょ？うん。で、2キロぐらいちゃう。よし。合流。なんか違う言葉言っちゃうよ。なんでやろう。なんでやろう。いて。父ちゃんが移動するところでここだ。そうなん。あそこに人がいる。めっさこい。あの岩の上にいいんじゃん。あそこ。なんか私が映ってる。空が拳で開けました。え、いや、嘘です。俺ほんまはこれやりたいんやけどな。だって、え、あの、なんだっけ、トレラン。ああ、うちちょうどちっちゃいリュックやってる。これやりたいわ。走りまで来ました。ああ、いい感じ。トレランはめちゃめちゃ体力つくと思うな。
困ったえ、もう起きたもうちびっくりがよかった。いや、ちょっと今からお茶飲もう。どうぞ。よいしょ。なんか前もここ。なんかさ、うちゃんの予想で、分からんけどさ、ここにさ立ってるところ立っててさ、それを白黒画像にした。うん。画像のやつみたい。そうやった？うちの予想で、予想。どれや天狗は。いつもわからん。あれかな。あれやと思うんやけど。あれ。ちっちゃなった。違うかな。いつもわからんねん。あ、そう、あれちゃう？あっちのポコってなってるやつはちょっと遠いと思うよな。あれかな。あれかも。あれかな。あれかもです。言わんかったらよかった言っても言わんでもゴールは一緒やでうい、まーちゃん一つ思って、うん、砂ってさ全部石じゃん。そうだね。砂っていうものは確かに何なんだろう。砂とか泥とか歴とか、行こう。12ぐらいちゃうかな確か。これちょっとしてくれ。マジで音ピンピン。まあ、でもあいけるいける。あれや、絶対それそれ。あそこの岩。うん、うん、もう近いわ。あそこの岩。うん、てっぺん頑張ろう。あれやあれ。え、何が。あれあれやん近いやんけ。あのでっかい岩もうすぐそこやん。はへ、それどういう反応な。遠いってこと近いってこと。いや、見つけれないってこと。いや、それやん。あ、あの山の一番てっぺんの。うん、てっぺんの。もう100メートル先ぐらいやん。100メートル走ぐらい。それでこういうクライミングもあるんだぜ。それでこれの練習しといたら、この開く運動しといたら。そやな。パッセフパッセフ。あ、でまーちゃん、うーちゃんね、あれ、あのね、ホームゲームの時に絶対見てほしいところがあんねん、うん、ホームゲーム発表会でね、私ね、一部の曲を発表すんねん、うん、その時私ね、なんとなんと側転することに決まりました。ああ、いいや、はあ、頑張れ。あれってあのバーそれ前聞いたけどな。え、けどさ、まだあの未確定やったから。そっか、なるかも。うん、え、でもさ、あ、そっか、あれ、クリスマスだよ。あの、祭りもあったわ。ねさ、そっちも見てよ。あいつらやね。若草山でしたがな。いや、空の方が多くない？いや、それはだって空の方が一緒に行ってる回数が多いから。じゃあ、若
山でさ。あ、いやでもあれはしんどかったな。ごめんなさい。いいえ、あれはでもだいぶ、あれは頑張ったんちゃうか。うん。あれも結構歩いたで。いやさ、うた、富士山、富士山にさ、はい、富士山の食堂に、あの宿泊所の食堂にさ、ハンバーグ定食があるんやって。一瞬鮭と味噌汁とご飯がと思った。ハンバーグよく出るで、カレーとハンバーグと。ハンバーグ他には、いや、わかんない。ビールあるかな。ビール絶対ある。いやー、あ、もうすぐだ。もうすぐ、もうすぐ。何ですって？いや、富士山の上。何、雪？いや、雪の部分。夏はないぜ。わお。そもそもこの山で大丈夫かしら。こういう降り方が正解なんじゃない？違う？いや、合ってんだけど、その懸垂格好と一緒で後ろにもたれかからないと。うん。後ろが見えないんだよ。うん、そういうもんや。よし、もうこの森を抜けたらゴール。あともう5分ぐらい。お前、思い出した。森やったな、最後。そう、最後一回森になんね。で、あんたたちがブー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 言ってた。誰？あんたたちがブー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 言ってた。また下りみたいな。だって下り。行きたいな、確かに。はい、あれ、牛串食べたいわ。あー、この前買ったさ、あれ。あれ、お得やんな。あのドリンク、子供無料、無料。そうやな。あれ、無料なん？無料じゃないよ。290円で飲み放題。まずそれにする。食べに行きますから。いいんちゃう。290円払ったら、これが私は安い妹なんじゃない。あ、じゃあもう分けてよ。やめてやめてやめて。もう国産でってる。あなたに中学生だったら終わりやけどね。まあなー。じゃあ。綺麗。はい、行ってきます、隊長。もうすぐで私の誕生日だ。てか明日、あと1ヶ月1日で私の誕生日だ。じゃあ。すごい。とりあえずあの木のとこまで登って。そこで降りてくる人をかわそう。かっこよくない？うん、いい感じ。のけとこ。行けるとこから行っていいで。
あ、そこそこ、歌のところ。そこは誰が欲しいの？こっちの方がいいと思う。そこは足場ないで。こんなんあった？あった。よっ、よっしょ。もうちょい思い切って行ってみ。いや、体が、尻が行ってないから。そう、足を伸ばそう。あれ、こんなチェーンあったっけ？なかったよ。なあ。うた、どっち行った？うた？そっちなんかある？まあ行ってみようか。こっち景色いいよ。おう。こっちなんかあるん？ほんまや。いわいわしいね。よいしょ。危ない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 危